この挨拶を続けていいものかずっと悩んでいるのですが、まだこれ一回も配信されてないんですよね。新しい挨拶になって、挨拶をちゃんと考えて、ちゃんと考えた結果この挨拶なんですけど、このままこれを続けていいのか、またこの対向者が来ると始まりも終わりも挨拶しにくいぞみたいな本当ね、もう早いとこね、編集してね、配信しろっていう話なんですけど、いや、わかるんですよ、わかるんです、編集して出さなきゃいけないなって思ってて、ちょこちょこはやってるんですよ。ぶっちゃけ配信っていつでもできるじゃないですかいや、そんなことないですよね。いや、バイクにね、快適に乗れる時期っていうのはもうほんのね、ほんのわずか、これぐらい、これぐらいかな、これぐらいかなっていう感じで、やっぱね、乗れる時に乗っとかんとバイクの楽しさは伝わらないじゃないですか。あ、寒いとかさ、あっちマジでマチチチっていうよりも、わあ涼しい、めっちゃ気持ちいいっていうのが伝わった方が楽しいでしょ。ということで、やっぱ乗れる時には乗っとかんといかんということで、皆さん極楽って言ったら何を想像しますか。人によってそれ違うと思いますね。この極楽、ギャルに囲まれたら極楽っていう人もいるでしょうし、寒くなってきた頃に暖かいお風呂に入ったら極楽っていう人もいるでしょうし、高速で100キロぐらいで走ってる時に左手を出してもみもみして極楽っていう人もいると思うんですよ。極楽とそれぞれ人によって違うわけですよ、極楽の基準が。この世の中で極楽と名のつくところに生きている間に行けるのかと、そら普段から行きまくっている私ですけど、さすがにね、生きてる間に極楽に行けないんじゃないかと思うわけですよ。ただね、なんとね、極楽展望台っていうところがありまして、本当に極楽なのかと、生きてる間に体感できるのかと、これ詐欺じゃないかなと、ちょっと行って確かめる必要があるんじゃないかと。さすがにね、普段行きまくってる私でもね、極楽にはね、まだ行ったことがないわけですよ。生きてるうちに経験できるのか、ちょっと検証しにね。おかげさまでですね、チャンネル登録者の方はちょっと登録者数が足踏み状態になっているんですが、おかげさまでツイッターのフォロワー数が600人を超えまして、皆さん本当にありがとうございます。こんなやつをね、フォローしていいんでしょうか皆さん。こんな感じでチャラチャラしてるわけじゃないんですよ。いつもやらなきゃいけない時ね、ちゃんとやってるんですよ。そうそう、最近ね、変態とかね、なんかそういう話がね、一人歩き相変わらずしとるわけですよね。私はちゃんとしてるんですよ、ちゃんとしてるんですっていうところをね、売りにしていこうかなと思ってる次第なんですよね。こうね、ギャップ萌えよ、ギャップ萌え、ギャップに燃える時あるでしょ。ああ、普段チャラチャラしてるのにお会いしたら素敵な方なんですねみたいなずっとチャラ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 してたらね、ずっとパンパン言ってたらもう頭ほんとおかしい人になるでしょう、それこそ。そう、ということで、最近ですね、ギャップ萌えにハマってるモブスターでございます。あ、なんでどしどしチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。私真面目ですから。なかなかほら、最近あんまこう聞かれる機会ないじゃないですか。あなたの長所は何ですかって。はい、私元来真面目一筋で生きておりまして、下ネタなんて言いませんみたいな、そういうの大事だと思うんですよ。第一印象大事でしょね。一目惚れもそうでしょ。俺一目惚れしやすいんですよね。コンビニのお姉ちゃんとかでも、めっちゃ遠いところのコンビニでたまたま寄ったコンビニのお姉ちゃんが、あーキューンってなるときあるんですよそれぐらいね、それぐらいピュアなんですよ、ハートが。この話を聞きながら、何を言いよるやこいつはって思ってる人がいると思うんですけど、その人はね、心が汚れてますよ心が汚れてますよ。最近恋してますか。恋いいですよ、恋。
あのドキドキを忘れてませんか？特定の人はいないんですけど、定期的にデートをできる機会があればデートにね行って社交性を身につけてね忘れるんですよね、恋の仕方を。あれ俺こういう時ってどうしよったっけ昔みたいな。本当にあの恋の仕方を忘れておりまして、リハビリさないかなと。理想はいろいろあると思うんですけど、お互い尊重できるね、これが一番大事でしょう。趣味が、まあ、例えばまあね、我々だったらバイクですとかなるじゃないですか。だからね、乗り物に乗ってるやつは大抵つまらない大抵つまらないですとかめれる言う人もいますけどね、実際この元ブログを配信させていただいてるじゃないですかね。そんな中やっぱね、お趣味はってなったらまたがることでございますみたいな、そういう風になるわけじゃないですか。共通の趣味があればこれに越したことはないんじゃないかなと思うわけですね。てか何の話、何が言いたいかと言いますと、肌寒い季節になってくると人肌恋しくなると。そんなわけでね、みんな恋をしようぜみたいな、 Hello I love you ですよ何のこっちゃっていう人もいると思うんですけど、まあそんな曲がありましたよね。あ、そうそうそう、話はだいぶそれましたけど、まあ極楽っていう話ですよね。極楽、最近極楽行ってねえなーと最近極楽っていうか、極楽行ってる人がいたらやばいんですけどね、もう半分あっちの世界に行きかけてるみたいな。まあそのね、極楽をね検証したいなと。元ブログも女子の人を出すとパーンっていくじゃないですか。あれはね極力避けたいなと。もしね、もしよ、元ブロガーのモブスタさんですか、ぜひ今度私もレギュラーに入れてくださいよってなるとね、ぜひお願いしますってなるんですよ。なるんですけど、そのね禁断の果実を一口でもかじってしまうと、もうねチャンネルがね乗っ取られますからね。これはね由々しき事態ですよ。はい、ということで、妬みでしたこれいけるんですかね。あ、なんか土砂崩れかなんかあってますけど、え、大丈夫これ。あ、なんか大丈夫、なんか WRC みたいになってるけど、大丈夫。ということで、女の子とリアルに行ける極楽を探しに来てみました。数少ない女性のリスナーさんもいらっしゃるんですけど、ツイッターの DM とかで誘われたからって言ってもついていっちゃダメですよ本当にね。世の中一般的に言われてるあのおちんぽライダーも本当すぐね、本当もうすぐポロンってしますからね。もうポロンですよポロン。俺みたいにね紳士的じゃないんですよ。やっぱね、たまにはそれっぽい、それっぽいというかね、新たな何かを開拓しなきゃいけないなみたいな。よいしょよいしょ、あぶねあぶねそうそう、こういうことがあるんですよ極楽への道はね険しいんですよ。そうそうそう、恋をね、恋してないってなるかもしれないんですけど、いや私は既婚者ですよっていう人もいるかもしれないんですけど、既婚者だって恋しちゃいけないって決まってるわけじゃないでしょう。中にはいると思うんですよ、私奥さんに恋してるんです未だにっていう、はい、そういうね、そういうときめくようなメッセージくださいよ。いいでしょうが、そういうのも、ほらなんかね、結婚記念日とかで食事に行きましたとかっていうのを見るとね、微笑ましくなるじゃないですか。だってね、やっぱね、いつの年になっても恋はしなきゃいけないだと、まあね、こんなね鬱蒼とした山の中で話す話じゃないですけどね。おほほほほほ、
というわけで極楽行ってきたわけなんですけど、おかしいな極楽には先客がいましたね。ああ、まあやっぱ綺麗なとこには人がいると。え、なんかねすごいね、すっごい望遠のレンズ持ってきとってる人で、気使ってもらってね、自分あと 2,3 時間ここにいるんですけど車動かしましょうかとか、どきましょうかって言ってもらったんですけど、ねえ、なんか向こうはデジ1でめっちゃ望遠のレンズを持ってきてあるのに、なんかこっちがさスマホと GoPro で撮り寄るのがね申し訳なくなってね、いやもう大丈夫ですと、もうお気になさらずみたいな、あなたはお仕事でしょうからみたいな、私は趣味ですからこれみたいなまあそんな感じでこうなんか思うようには撮れなかったんですけど、まあ悪くはないと。モートブログにはならんかもしれんね、ちゃっちゃと言ってちゃっちゃと終わってみたいな。おおうわ、これはもうほら洗車だな明日はあさわーって言いよるし、こうなってくるとさやっぱモタードは欲しいよね。モタードもう家具でもいいけど、誰かなんか何やろか、あうちに余ってるモタードが1台あるんですよみたいなびっくりした、ザラザラ言うけん、崖崩れかなんかが起きたかと思ってめっちゃ見よった木の枝が挟まるっていう基本が絶景メインで何か取ってつけたようなものがつく元ブログなんですけど、普段おちゃらけてる感じじゃない絵を撮ったりしてますんで最近これめっちゃいいよっけんね、そのギャップをね、ギャップを楽しんでいただけると、はい、嬉しいかな。それでは皆さんアディオス、アディオス。このねアディオスもねそれなりにできるといいんですけどね。